さてさて、前日夜にですねフェリーに乗って舞鶴港までやってまいりまして、そのまま大阪に行かず東舞鶴駅前のホテルに宿泊しておりました。ということで、この日の朝は東舞鶴駅前のホテル駐車場からスタートでございます。さあ行くでと意気込んでですね、グローブをはめてエンジンをかけようと思ったんですけれどもね、あれとエンジンがかからないかと、もう軽くパニックですよ。でよくよく見てみるとキルスイッチがオンになっておりました。まあ、取り回しの時にねなんか押しちゃったんでしょうね。まあこうバイク素人あるあるというのを経験しながらですね、なんとか出発でございます。で目的地はですね大阪です。舞鶴から大阪に向かうんですけれども、ただ大阪に向かっただけじゃ面白くないかなと、バイクビギナーのくせにですねそんなことを思って、結局ね琵琶湖をぐるりと一周する、通称琵琶市というやつですけども、琵琶湖を一周してから帰ろうじゃないかと、大阪に向かおうじゃないかということで出発してすぐ休憩です、ね、シーサイド高浜道の駅で休憩をしてですね、さあ行くでということで、まずは琵琶湖を目指します。まあ、京都から一旦ね福井の方に入るんです。今オバマって見えてましたけども、オバマの方をぐるっと回って琵琶湖に向かっていく、琵琶湖の西側ですね。で琵琶市ね、いろんな人がね、まあ、自転車とかバイクとかで、まあ、琵琶湖ぐるっと一周されてる動画とかを見てですね、まあ、絶対に行っとかなあかんスポットはここやなみたいなね、のが 2,3。 そしてまあ一周して大阪に帰る、まあ、距離にしたらねだいたい300キロぐらいになるんで、ちょっとどっかで一泊しようと思ってですね、琵琶湖畔のお宿でね一泊してのんびり帰ることにいたしました。ということで、まずは京都府の北側、日本海側の舞鶴からですね福井県に突入してまいります。で福井県のね小浜市から滋賀県に向けてちょっとね南下していく道路に入るんですけれども、まず最初に向かうのがですねメタセコイア並木ということで、滋賀県の高島市なんですね。舞鶴を出発してから約2時間ですね、距離にして70キロほどのメタセコイア並木に到着いたしました。いやこれはね感動でしたね。このね木が、まあ、メタセコイアという木なんですけども、まあ、僕はあんま詳しくないんですけどね、これがね道の両端にずらーっとこう、まあ、並木というだけあって並んでるわけですよ。でまだね初秋初秋なんで緑ですけど、もう少しね秋が深まってくると綺麗にこうね紅葉してくるわけですよ。ね、もう赤いメタセコイア並木、そして茶色いメタセコイア並木と、ね、また来たいなと思いましたね。で一瞬で終わりかなと思ったんですけど、ずーっと続いてるんですよ。なんと全長 2.4 キロ。でここで一回途切れて、あ終わりかなと思ったらまた来たでと、またメタセコイア並木やでと、いやもうまたセコイア並木やでとね、しょうもななんてことを思いながらですね、まだ朝早い時間、平日ですからね、車もいない中をのんびりと走っております。いやめっちゃめちゃ気持ちいいっす。これまあ前半初日はですねマイクトラブルというか接触不良でバチバチ変なノイズが入ってるんでね音消してますけども、もうずっとすげーとかフォーとかね一人でテンション上がっております。いやそれぐらいね素晴らしい道ですね。これはねバイクじゃなくてもね、自転車でも徒歩でも車でも何でも絶対に通った方がいい道100選私調べみたいなね、そんな道ですよ。ということでね琵琶湖一周、まず最初はメタセコイア並木を気持ちよく通り抜けました。で琵琶湖はねこれ逆側になるんで、もう一回 U ターンしてですね今来た道を戻っていきたいと思います。いやもうね素人さん、バイク素人さんなんで U ターン時の立ちこけ要注意です。で戻ってる最中ですね、メタセコイア並木の真ん中ぐらいに牧野農業公園、牧野ピックランドというね農業公園がありますんで、そちらでちょっとね休憩をしようと思います。まあ駐輪場にバイクを止めましてね、もう朝10時前だったんですけども、施設は開いてましたんで、この辺りのお土産物、果物なんていうのをねぼーっと眺めながらしばし休息でございました。
さあね、2、30分かな、のんびりと休憩した後、いよいよ琵琶湖を周回してまいります。で、琵琶湖のね、今西側をどんどん南に向かって下がってる、大津に向かってね走ってるんですけども、まあね、湖周道路っていうね、湖の周りを走る道路があるんですけど、気づいたらですね、バイパスをね走ってましたなんか調子やなと、あ、おまわりさんおるみたいな感じで、バイパスをですね気持ちよく走ってました。で、今ね、看板左側湖周道路ですよって出てたんですけども、まっすぐ行くと、気持ちよく南へ大津へ向かってですね走っております。左手の遠くの方にね、湖っぽい感じが見えますけれども、いやー、琵琶湖の周りを走ってることには違いないということで、あっという間にこれね、もう大津市です。大津市役所前のファミリーマートで小休止でございます。まあ、さっきのね、メタセコイア並木からだいたい60キロちょいぐらいかな、なので1時間30分ぐらいで大津市まで南下してまいりました。さあ、ここからはですね、琵琶湖の東側、まあ北をね上にした地図でいうと右側ですけれども、どんどん北上してまいります。まあ、やっぱりね、大津は県庁所在地だけあってね、都会ですね、交通量も多めで、この大津市が琵琶湖の最南端なんですね。で、この大津のところで琵琶湖から瀬田川という川に変わるんですよ。で、この琵琶湖と瀬田川のあたり、まあ、瀬田川で厳密でないんですけども、琵琶湖の南を渡る近江大橋という橋を渡って対岸に向かっていきます。で、対岸もまあ大津市なんですけれども、対岸に渡ったところでまた北上を続けていくということで、近江大橋を渡っております。まあ、この他にもですね、もうちょい北側に琵琶湖大橋という橋もねかかってるんですけども、まあ、なるべく大きく琵琶湖を回ろうということで、大津市の方まで降りてきまして、近江大橋を渡りまして対岸に渡ったということです。さあ、ここからどんどんね北上していきますよ。琵琶湖を左手に見ながらですね、どんどん北上するでと思ってたんですけど、僕のルート選びがねどうもまずかったみたいで、ずっと街中と田んぼを走り続けると、琵琶湖はどこに行ったんだと、出てこいということで走り続けましたら、ようやく正面にね湖が見えましたよ。南端の大津から長浜まで続くさざ波街道と呼ばれるですね、琵琶市をする人はまあ間違いなくここ通るでしょうというね、左手に湖が見られる、そんな素晴らしい道です。ようやくね、彦根の手前にしてさざ波街道に出ることができました。まあでもここからでも遅くないということで、左手に湖を見ながら、次なる目的地はね彦根なんですね。彦根でちょっとお仕事というか、まあズームでね打ち合わせをしなきゃいけなかったんですよ。で、彦根南にあるですねアパホテルのデイユースプランを予約いたしまして、そちらで2時間ほどお仕事するというね、曖昧間にお仕事を挟みつつ琵琶市をするなんていうね模様をお届けしております。で、まあアパホテルさんお世話になりました。2時間ねお仕事をした後、さあ再び出発です。で、本日のお宿は彦根からさらに北に行くと米原市があって、その北に長浜市という町があります。この長浜市にある、まあ、ホテル旅館ですねが本日のお宿ということで、本日のラストランですね、彦根南アパホテルから長浜市に向かってまいります。まあ、僕実は父親が彦根の人間なんで、ちょっとこう懐かしさも感じる彦根の街並みを抜けて、またねさざ波街道に戻っていきますよ。こんなね街中を走っていくルートをねググッと無理やり強制してきました。さざ波街道、ちょうど夕暮れ時、美しいですね。まあ、ただね、ちょっと帰宅ラッシュというか通勤の方も増えてきたんで、安全にね車間距離をバッチリとってですね、湖面に映る夕日を眺めながらですね、どんどん北上してまいります。いや、本当にね気持ちいいですね。絶景ドライブルートにもね、まあ選ばれることの多いさざ波街道ですけどね、景色もいいし路面もいいし、本当にね、なんていうのかな、走ってる途中に無になる感じがするんですよね。なんてことで、どんどん琵琶湖を北上しておりましたら、長浜市のお宿に到着です。左手に見えてまいりましたね。
こちらが本日お世話になる旅館紅あゆさんでございます。まあ、早速ね、駐輪場にバイクを止めて、で後ろの大きい荷物からね、この日の分の着替えを取り出してリュックに詰めて、さあ旅館にチェックインしてまいりましょう。この湖北エリア、湖の北のね、湖北エリアの尾上温泉、尾上って書いて尾上温泉というね、温泉があるでということで、長距離、まあ今日はね220キロぐらい走ってまいりましたんで、こちらのね尾上温泉紅あゆさんで癒されたいと思います。玄関を入るとこんな感じ、まあなんとも趣のある甲冑があって、その奥にロビーラウンジ、左手にはショップコーナーがありますね。でこの甲冑の裏側がですね、レストランとなっております。というわけで早速お部屋に向かいましょう。まあまあ一回ね、もうチェックインはしてあるんですけども、もう一回ね、お部屋までのルートご紹介。お部屋が2階になります。でエレベーターの中にはね、長浜、米原、彦根のこの観光案内がびっしり、そしてね、こう自転車でいろいろ回ってらっしゃる方ね、琵琶市をされてる方向けの情報もめちゃめちゃ豊富でしたね。というわけで2階に上がってまいりましたが、廊下もすべて畳敷き、廊下とエレベーターが畳敷きのお宿はもう間違いないというのね、僕の勝手なルールなんですけれども、今回宿泊いたしますのが2階の一番奥にあります201号室。さらに奥に行きますと天然温泉の大浴場がございます。さあ201号室宵町、早速お部屋の中に入ってまいりましょう。まずお部屋に入りますと、広々とした玄関スペースがありますね。お花なんかも飾ってあっていい感じ。そしてここにですね、冷蔵庫、ポット、そしてコーヒーメーカーと無料のカプセルが4つ置かれてました。冷蔵庫の中、お水が2本とお茶と瓶ビールが2本。まあこの瓶ビールはね、後で精算してくださいねというビールでした。まあお水はね、無料です。ありがとうございます。そして消毒液がしっかり備え付けてあって、さあどの襖を開けようかな。まずはこっち、まあこれは押し入れでした。まあ当然ですよ、廊下側でねスペースがないですから押し入れです。そして正面に見えますのがガラガラと、はい、ナイストイレでございます。いやめちゃめちゃね、設備は新しくて綺麗ですね。この和の中にナイストイレと、いいですねこれね。というトイレで、いよいよこちらがお部屋になります。早速入ってみましょう。オープン。広々とした和室ですね、いいですね。で奥にもね、また別のお部屋がございます。さあ早速ですね、くつろぎのスペースご紹介してまいりましょう。まずこの今ですよね、12畳ぐらいあるのかな。広々とした今にはですね、まあ収納もバッチリ、大型テレビもありますよと、金庫もバッチリ備え付けてございます。そしてこの奥の間ですね、4畳半ぐらいのスペースかな、こちらには最新式のマッサージチェアがあるじゃないですか。これはねありがたいですね。そしてふかふか座り心地のいいソファーと膝掛けで、なんとレイクビューのテラスがあります。もう本当にね、琵琶湖の湖畔に立ってる建物なんですよ。すぐそこがもう琵琶湖。これはいいなと。このテラスでね、ボサッとコーヒーでも飲みながら琵琶湖を眺める。もう最高じゃないですか。もうバイクの運転でね、緊張状態がずっと続いておりましたから。ここでのんびりするぞなんて思いながら、さあ最後行きましょうか。バスルームです。なんとこのお宿、全室に半露天風呂、もちろん温泉ですよ、ついてるんですね。でまず洗面台からいきましょうか。まあ一番気になったのはこのアヒルのね、ひよこの温度計です。油温計ですね。まあその他アメニティもバッチリです。そしてこちらが今回のメインというかね、僕が一番楽しみにしていた琵琶湖を眺めながら浸かることができる客室露天風呂温泉となっております。でね、目の前道があるんですけど、そこは市道で一般の人は入ってこれないようになってますんで、誰かがね頻繁に歩いてるということはありません。で尾上温泉の源泉がね20数度らしいんですよ。ちょっとまあぬるいお湯なので、適温に加温して保温をしておいてあるということでございます。まあもちろんね、お湯の継ぎ足しも自由にできますよ。うん、
というのが今回のお部屋です。もうね、さっきも言いましたけど、バイクで緊張しっぱなしですからね。お風呂に入って早くふやけて、その後マッサージチェアでね、ボサッとしたいなということで、お部屋紹介、まあ残ってるとこささっと済ませようと思います。ここの中にはサムエと浴衣と、まあ、クローゼットスペースになっております。うん、以上です。でその下にはね、浴衣、お風呂に行くときに持っていくタオルなんかが置いてありますね。という感じの旅館ベニアユさんです。さあ早速くつろぎタイムスタートですよ。まずテーブルの上に置いてあったお菓子を物色です。どん兵衛もなか、あの釣りのカゴ、あれがなんかどん兵衛カゴっていうみたいですね。でもう一つが茶茶の里、そうですね、長浜市といえば浅井三姉妹、まあ大河ドラマでね、末っ子の郷さんが主役になってましたけども、長女の茶茶さんですね。というわけでまずどん兵衛からいきましょう。どん兵衛もなか、本当にまあ釣りカゴっぽい、そんな感じですね。でパクッとかじると、まああんこがぎっしり入っておりまして美味しいです。疲れた体には糖分最高ということで、糖分の補給が終わった後は当然こちらに向かいます。ちょうどね、お昼と夜の間というか、日が沈んで今から暗くなっていきますよという、なんとも心落ち着く時間帯です。チャポンと目の前が雄大な琵琶湖、ね、そしてね、水鳥がいっぱい飛んでるんですよ。さらにね、もう虫の声が秋の虫になってましたね。でね、夕方日が暮れると風が涼しくなります。湖面の方からですね、涼しい風がピューッと吹いてくる中、温泉にのんびり浸かって、今日一日のね、もうこの初バイクロングツーリングで緊張しっぱなしの体と心を癒しております。いや温泉やっぱり最高で、お風呂から上がったらお水をぐびりと飲んで、こちらにセットされます。はい、最新のねマッサージ機、全身もうね、首から足先まで揉みちぎりますよと、ちぎりはしないですけどね、もう最高の無重力感を味わえるような、そんなマッサージチェアでね、もみもみトントングイグイされておりましたら、失礼しますということで、お部屋にね晩御飯の用意がセットされました。そうなんです、今回はお部屋食のプランにいたしました。さあ晩御飯ですけどね、この美しい前菜、そしてその奥に見えている鍋、そう私の大好物のねすき焼きを今晩はいただこうと思います。まあこちらねメニュー書きなんですけれども、近江牛のすき焼き、やっぱり滋賀に来たらこれやろということで大奮発いたしまして、特選上ロースの近江牛すき焼きコースをいただくことにいたします。いやもうねワクワクが止まりません。まあ、その前にねこちらの美しい前菜ね、もう秋をイメージしたね前菜盛りになってますけれども、まあそれぞれが何だったかというのはですね、まあ置いといて置いといたらあかんのでしょうけども、一品一品ね手が込んでて美しいんです。やっぱねこの年になってね、目で味わう感覚っていうのもほんの少しですけどね、分かってきたような、そんな気がなんとなくいたします。まあ、ともあれですね、まずはこの前菜をいただきながらビールをいただこうじゃないかということで、瓶ビールキリンを発注いたしました。もうお昼はね飲めないですからね、暑かったですけども、ようやくありつけたビール染み渡っていくようでしたね。でここからはね前菜をパク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 食べながらビールをグイ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 飲んで、前菜で最初の一本が空いてしまうという、そんな感じです。そうこうしておりましたら運ばれてまいりました近江牛の特選ロースでございます。これをね今からすき焼きにしていくよと。そしてお作りもございます。マグロ、ヒラメ、カンパチの3点盛りになっております。さあ宴が始まりますよ。まずはですね、お肉を牛脂を引いた鍋で醤油とお砂糖のみでさっと焼いていただくと、これはもうねたまらんですよ、悶絶です。でお肉を食べ終わったらお野菜、お豆腐等を入れてですね、グツ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 とすき焼きを楽しんでいきます。もうねビールが止まらん止まらん、本当にもう最高です。
で、お鍋が空になったらですね、このコシのあるうどんを投入して、つゆに絡めてですね、最後の締めといたします。むちゃむちゃ美味しかった。で、デザートで口の中をさっぱりさせるというね、なんとも最高な近江牛のすき焼きでございました。いやーもうね、疲れが一気に吹っ飛びましたね。というわけでまた温泉に入っておやすみなさい。おはようございます。琵琶湖の朝です。もうね、静寂という言葉がぴったりくるぐらいシーンとしてるんですよ。そんな中、浴槽に温泉を張る音だけが響き渡ります。さあ、お湯を張って適温にしたあとはですね、朝の入浴タイム。静かな琵琶湖をぼーっと眺めながら、さあ今日はバイクにまた乗って大阪に帰るでと英気を養ったあとは朝ごはんタイムでございます。まあ、朝食もね、お部屋に運んでいただいて、お部屋でいただくと、体に優しいおかゆ、お漬物、海苔、お豆腐、おひたし、焼きなす、塩辛、こんにゃくにお豆という感じのね、体に優しい、しかも美味しい日本の朝食。そして外せないのが焼き鮭と海苔の佃煮、なめこのお味噌汁、まだありますよ。野菜のせいろ蒸し、季節の野菜ですね。秋になってまいりましたよ。秋の野菜のせいろ蒸しと茶碗蒸しがございますと。なんて言うんでしょうね、食べて美味しいなっていうのはもちろんあるんですけども、なんて言うのこの幸福感っていうんですか、幸せだなみたいなね、そんな感じになる温泉宿での朝食でございます。もちろんペロリでございます。いや、最高の朝を迎えることができました。でもう一回ですね、とどめの温泉に入りましてね、でとどめのマッサージをしてですね、10時過ぎチェックアウトいたします。いや、旅館ベニヤ屋さん最高でした。本当ね、疲れがね一気に吹っ飛びましたね。で、元気いっぱいになったところで、本日琵琶湖一周完結編ということでね、琵琶湖の上をぐるっと回ってまた湖西を通って大阪の方に向かっていこうと思います。だからね、琵琶湖一周というか一周と3分の1ぐらいねする感じになります。よいしょ。さあ、お世話になりました旅館ベニアユさん、ベニアユさんを後にしまして、今日は奥琵琶湖の方をねぐるっと回って大阪に帰るという感じです。で、昨日撮影したんですけど、マイクの接続がね、なんかね相性が悪いのか、ノイズがめっちゃ入るんで、昨日夜鍋でですね、いろいろ調整したんですけど、さあ今日はどうなってるでしょう。よいしょ。それではね、出発したいと思います。今日はまずですね、奥琵琶湖パークウェイにね向かいたいと思います。おー、綺麗。ということでね、まあなんとなく音声が入っているノイズはね消えてるんですけれども、なんと片耳から、またこれも接触だと思うんですけども、片耳からしか音声が聞こえてこない状況があるんじゃないかと思います。というわけで引き続きアフレコでお届けしたいと思います。まあ、次回以降はね、マイクの接触ちゃんと確認いたしますんで、今回はまあアフレコでお楽しみくださいということで、奥琵琶湖、琵琶湖の最北端のあたりをくるりと今ね回っております。そこの奥琵琶湖パークウェイという道があるんですけれども、今日はねそこをくるっと回って、でまあ昨日通れなかった湖周道路、湖の西側の湖を左手に見ながら南下していく道路を通って京都に一旦出て、そこから大阪に向かっていこうというルートでございます。いや、やっぱりね、大津、あの南の方、都心部と違って大自然って感じですね。山に囲まれた湖っていう感じで、もう全然風景が違うなと。これが同じ琵琶湖かと。そしてまた昨日ぐるっと一周走ってきたんで、琵琶湖っていうのはね、なんて大きいねんと、
そんな感動を覚えながらですね、どんどこどんどこ湖の北の端っこに向かっております。そしてやってまいりました奥琵琶湖パークウェイの入り口で、まあ過去ですねちょっと土砂崩れ等があったので、一部まだね道路が通行止めになってます。くるーっと回ってくる道路なんですけれども、まあ、くるっと回れなくなってるんですよね。なので奥琵琶湖パークウェイの展望台まですーっと行って同じ道をまた戻ってくるというような、そんなルートになってます。しかしですね、本当にね気持ちのいい道でしたね。まああんまりね車とかが走ってないっていうのももちろんあったんですけどね、ビギナーライダーとしてはもう本当湖をずーっと右手に見ながら、この山道ちょうどいいくねくね加減の道をですねひた走ると、これはねもう絶対来た方がいいでルート100選ね、私調べですけど本当に気持ちよかった。で湖を眺めていたら今度はググッと登っていくね道に入ります。やっぱこの辺はねビギナーライダーなかなか強敵やなということで、頑張ってねヘアピンカーブを登っていっております。ということでお宿を出発してから1時間ぐらいですかね、奥琵琶湖パークウェイの観光スポットつづら尾崎展望台に到着いたしました。いや本当にね気持ちよかったっすね。車とかでは味わえない感じっていうのはやっぱバイクってあるなとつくづく感じました。さあちょっとねバイクを降りてプラッとしてみましょう。こちらのまあ展望台展望所にはですね、まあお店売店とかちょっとしたね軽食が取れるレストランであるとか、あとはもちろんビュースポット、そして後でちょっとご紹介しますけどね、動物の森という森がございます。まずは何はともあれ景色を楽しみましょう。奥琵琶湖パークウェイ、地図で見るとあのちょっと先っちょ出たところの先っちょになっております。なので琵琶湖が一望できますよというこの景色ですよ。いやー風がね秋の風になってます。涼しくていいっすね。ただまあ太陽当たるとこはめっちゃ暑いんですけどで左右を見渡すとこの藤棚的にね日陰が作られています。だからここにぼーっと座りながら琵琶湖の雄大な景色を眺められるというわけです。さらにどんどん奥に進んでまいりますと恋人の聖地、大切な人と赤いリボンで結ばれる恋のパワースポットということですけども、まあ私はね妻がおりますんで大丈夫でございますということで、あとはね動物の森集まれ的な感じですかね。なかなかシュールというとちょっとあれですけど、ライオンの群れがシマウマを狙っています。そして奥にはキリンがそれを見ていて、こちらのシマウマは知らんぷりをしていると、そういうねなんかこう人間社会を象徴するかのようなこの動物のモニュメントで、この恋人の聖地っていうのは桂由美さんがねなんか書かれてましたけども、丸小舟っていうね木を半分に割って削ったね丸小舟っていうのが古城のね、まあ主要な運搬手段だったんですけど、それがあなたの思いを届けますよみたいな意味なんでしょうかね。まあ、僕はその周りの動物が気になってしゃあないんですけども、こんなところにサイがいましたね。ね、動物の中で一番強いじゃないかとされているサイがライオンを警戒しております。でその奥にはこのビュー映えスポットとでも言いますかね、写真を撮れますよというエリアもあったんですけども、それよりもやっぱ僕は動物が気になると、ここにはワニが潜んでおりますね、危ない。でクマの親子がいて、その奥にはトラがいます。でパンダがいると、ね、このパンダのポーズはえへへなのかシェーなのか、こんなことばっかりが気になる、そんな私でございました。さあ休憩を終えてどんどん南下してまいりたいと思います。まあここからはね北の端から南の端までずっと下っていくと、で左手には琵琶湖が見えますという素晴らしい道です。舗装状況もバッチリ、めっちゃ走りやすいんですよね。でこのままねどん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 南へ進んで、さあ湖周道路を回るぞと思ったんですけれども、また途中でですねバイパスになぜか乗ってしまいまして、でそのまま湖西道路というね、まあ無料の高速道路的な道路があるんですけれども、そちらに乗って大阪に戻っていくというね、そんな庭市になりました。
まあちょっとね時間の都合等々もありました。あと僕のねライディングテクニック等々の都合もあって、若干ちょっとね彦根城とかいろいろ行きたいところを端折った感はあったんですけれども、まあまずね初めてのロングと言っていいのかな、100キロ200キロレベルのツーリングということで琵琶湖一周ということをしてみました。いやさっきもねチラリと言いましたけれども、車で走ってくるのとはねやっぱり全然違うなと改めてねこのバイクの楽しさっていうのを気づけましたね。で気になるところがあったらちょっとすぐ寄れるというね気軽さもバイクの魅力、そして風をねボボボボこう浴びるわけですよ。するとねなんか鼻の匂いとか何かを燃やしてる匂いとかね、もうすぐヘルメットの中に入ってくるんですよね。なのでなんか走ってるなと、自分の力ではないんですけどで走ってるなっていう感覚がものすごいねダイレクトに伝わる、これがバイクの魅力かなんてことを改めて感じました。そしてさっきお話したみたいにね寄りたかったけど寄れなかったこともたくさんありましたんで、また今度リベンジとしてですねゆっくりと琵琶湖一周してみたいななんて思った、そんな素晴らしい初一人ロングツーリングでした。というわけで今回の動画は以上になります。またこれからもねバイクでいろんなとこに出かけて、そこで食べた美味しいものとか、そこで見たものとか、そこで泊まった旅館とか、いろんなものをねご紹介していきたいなと思っておりますんで、もしよろしければチャンネル登録をして次回以降の動画楽しみにお待ちいただけましたらと思います。というわけでね今回も最後までどうもご視聴ありがとうございました。またね別の動画でお会いできるのを楽しみにしております。ではではさようなら。